国民皆様方がこの選挙に関心を持っていただき、そしてどちらが勝つかによって日本の政治が変わる、私が勝ったら変えさせてもらう、その覚悟を持って取り組んでまいりますので、どうかお力をお貸しください。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。参議院議員国民民主党の加田由紀子です。今日は今進められております国民民主党党首選、前原誠司さんの推薦人としてお話しさせていただきます。今玉木代表本当に一生懸命やっておられます。尊敬申し上げますが、日本国の未来を考えるときに、私加田由紀子は前原誠司さんの推薦させていただきました。大きく分けて2つあります。1つは前原さんの政治家としての誠実さ、基本姿勢です。実は30年前に前原さんが京都で衆議院議員になった時から、私は京都と滋賀でずっと身近に見せていただきました。例えば具体的には、毎週月曜日山科の駅前でマイクを握る前原さんの姿、もう京都滋賀の皆さんには大変有名です。そしてその誠実さが地元での信頼につながっております。大きな2点目は、前原さんの政治経験とそれに根ざした政策形成能力、そして実行力です。この点については詳しく5点申し上げたいと思います。実は私自身2006年に滋賀県知事挑戦させていただき、公共事業の見直し、それによる浮かした税金で子育てや若者女性参画進めてまいりました。ただ2006年に滋賀県知事になった時は自民党政権でした。その後前原さんたちが頑張っていただいて民主党政権を作っていただき、5つの政策、大変知事として助けていただきました。まず1点は地域主権改革、地方の自主性を予算配分など認めていただいたことです。そして結果的に関西では関西広域連合という上下流連携の仕組みもできました。2点目は必要性の低い公共事業、ダムが典型ですけど、これを見直すということで、私自身は滋賀県内の6つのダムの見直しをさせていただきましたが、これも前原国土交通大臣の時にダムの必要性のスキームを作っていただきました。もちろん八ッ場ダムについてなどは中止できなかったっていう事情はありますけれども、あれは関東の知事会なり国土交通省の事情です。前原さん自身は公共事業の見直し必死にやっていただきました。そして3点目は子ども政策です。自民党さんは子どもは親が育てるもんだと言っておりましたけれども、子育ての社会化、そして子ども手当という財源を厚くつけていただいたのも民主党政権でした。そして4点目が若者の非正規雇用を正規化するという雇用政策です。これも知事として非正規の人を正規にと訓練をして、毎年100人以上滋賀県では正規雇用を増やしてきましたけど、その時に国がきちんと財政支援をしていただいた、ここが大きな力でした。そして5点目、今につながる大変重要な前原国土交通大臣の政策は観光政策です。今本当に海外からたくさん来客、観光客来ていただいておりますけれども、前原国土交通大臣がまずは中国などから個人ビザを発行するということで誘客受け入れ、そして合わせて羽田空港の国際便、あるいは関西では関西空港と伊丹空港の経営統合、そして何よりも JAL の経営再建、ここに京セラの稲森社長お願いできたのも前原さんの国土交通大臣としての強いお願いの意思だったと伺っております。ぜひ皆さん、前原候補者の大きなスキーム、そして自民党ではできない経済政策や子育て社会政策について応援をいただけたらと、私加田由紀子、前原誠司候補者の
推薦人としてお願い申し上げます。9月2日代表選の最終の選挙に向けて皆様のご支援をいただけたらと、加田由紀子からのお願いです。お耳を傾けていただきましてありがとうございました。これで失礼します。